10月の20日がキャッシュレスの日ってなってるんですけど、これね10月の20日だけじゃなくてむちゃくちゃいっぱいあるんですよ、キャッシュレスの日。だからまあ広めようっていうね、テンションなんだと思います。私も完全キャッシュレスではないですけど、だんだん使うようにしてますね。まあまあ、半々かちょいキャッシュレスぐらい、いや、半々だな。うん。半々ぐらいでちょっとやらせていただいています。まあ、時代次第ってとこですかね。ね。で、10月の22日、アニメの日ですってよ。アニメの日。これね、ちょっと見たら、このアニメの日って、2017年に、決定したらしいんですけど、その時が、ちょうど最初のアニメ、みたいなのが、放送てか、放映して、100年の時だったんですって。で、ちょっと記念して、申請したら通りましたよ、と。アニメの日なんですって。で、私が一番好きなアニメは、そうっすね。ちょっと先のとこから来た丸い青い機械の不思議なものをなんかお腹から出すお話です。うん、それが一番好きかな。そうね。うん。10月23日、国産小ネギ消費拡大の日。また出てきました。消費拡大の日。だからいいことなんですよね。この、何かこう消費拡大していこうっていうのは。で、やっぱ調べていくと、その、なんか自治体とか、が、なんか協力して、この消費を上げていこう、広めていこうっていう日なんで、まあ本当、なんていうんですかね。ちょっとこう、この日に、これ買おうってやっぱ思えたらね、協力っていうとちょっとね、なんかこう本腰入れないとって思うかもしれないですけど、まあまああくまでね、その野菜の名前だけでもね、日にちと覚えておけばこの日にちょっとそれ買おうかななんて言って、こうスーパー行った時にそれ手に取ったりなんかしてね、やっていけるかななんて思いますね。で、私めちゃくちゃ料理するんでね、こういう日にね、そういう野菜をこう提案してもらえるっていうのはね、やっぱなんだろうな、なんだ、毎日ってやっぱ作りますんで、それにこうね、みんなで一緒に買ってんなっていう心持ちであれば、なんかじゃあ私も買おうかななんて言って手に取ることありますよね。まああんまないか。で、10月30日。卵かけご飯の日。めちゃくちゃいいですよね。卵かけご飯の日。で、米炊くじゃないですか。米炊いて、炊き上がった時に、する米はいいんですけど、どうしてもね、卵かけご飯をね、ファーストタッチ行きたくなるんですよ。米のファーストタッチ。どうしても。で、卵かけご飯はよく食べます。私も個人的には。だから10月30日じゃなくても食べます。29でも28でももう食べてますんで、で10月30日にも食べるだろうで、その食べた時に、あ、今日卵かけご飯の日だったなって、思い出せたら一番いいんじゃないかなと思います。最後、10月31日天才の日。すごいですね。これ語呂合わせなんですって。10と31、天才の語呂合わせらしいんですけど、天才ってやっぱなんかすごい漢字とかもいいですよね。天才、天の才、なんか漢字もいいし、なんか語呂もいいし、なんか10月31天才、なんか数字もいいし、で一番いい日はこれからどうだろうな。でも皆さんどうですか、一番いい日。今絵面とかを見て、まあ意外とドキッとしたのは歯ブラシ交換デー。10月8日歯ブラシ交換デーとか、あっとか思ったんじゃないですか、やっぱ。ね。まあ、あとは皆さん本当に、野菜買って食べていきましょう。ね。
はい、ありがとうございます。こんな感じでね、今すいません、長くなったんですけど、これまだ半分ぐらいしか発表してないので、ほんとね、毎日なんかあるんですよ。毎日なんかの日なんです。なので、皆さんもですね、こういうの、この動画もちろんご参考になればとは思いますけれども、皆さんもちらちらと調べてみて、この日だからこれやってみようかなんてね、友達だとか友達以外だとかちょっとね話してみるといいかと思います。では、皆さんはですね、まだ本当暑かったり寒かったりしますけれども、とにかく体調を気をつけて良い10月をお過ごしください。またね。